トヨタ自動車は部品調達先の新型コロナ感染で新たにきょうとあす、国内の11工場、19ラインを停止すると発表しました。クラウンやヤリスなどの生産に影響が出る見込みです。今月の国内原産規模はこれまでおよそ4万7000台としていましたが、およそ6万5千0台に拡大します。一方、2月は、 1>, 1月に使う予定だった部品を回すことで、稼働停止対象を8工場11ラインから6工場7ラインに縮小します。減産の縮小台数は精査中としています。